じゃあプロインタビュアーの早川洋平です。石原家の経営のヒントプラス、今回も前回に引き続き公開収録というスタイルで317回をお届けしたいと思います。石原先生、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回はですね、40代の方からいただいています。石原先生、早川さん、はじめまして。ポッドキャストをいつも拝聴しています。今回は生で収録を見れるということで大変楽しみにしています。質問です。マウンティングについて今一度教えてください。マウンティングができない人が長期的に安定して威嚇しながら仕事をしていく、何かコツなどがあれば教えてください。どういうこと？マウンティングができない人が長期的に安定して威嚇しながら仕事をしていく。ちょっと混乱されてるのかもしれないですけどね、まあ、なかなか、まあ、そんな感じで。何かコツがあれば教えてください。ちょっと読んで読んで、はい、具体的にはですね、私は40代機械メーカーで販売後の修理や品質改善に関わる仕事をしています。このお仕事はお客様からの苦情に対応する仕事で、顧客や販売店からはクレームを言われ、要求をされ、それに対してメーカーの立場で説明し納得してもらう仕事です。この仕事をうまくこなしている人は、お客やビジネスパートナーに媚びずに堂々として対応している気がします。私は根本が気が弱く、相手に従属する行動をする性格で、相手に脅されて過度な要求をされることが多いと感じます。強い要求は会社として受けることはできないので、相手に不満を残して関係が悪くなります。この性格を何とかしようと、経営のヒントプラスのマウンティングの回をつなぎ合わせた音声を作り、すごいですねこれ、215回216回238回243回をつなぎ合わせて、30回以上聞いて騙されたと思って強気になり、横柄なぐらいになり、外見や目つきも含め相手を威圧する行動を実行しています。へえ、涙ぐましいです。その結果、周りは何かが変わったと感じるのか、一時的に強い要求が来なくなります。しかし数週間経つと、私の行動が弱くなるのか、相手が慣れてくるのか、マウントされた状態に逆戻りしてしまいます。マウンティングが苦手な人が継続的にマウンティングするためのアドバイスをいただけると幸いですということで、こうやってなんか分かります。僕その経営者とか、まあ企業でね、ビジネスマンはとにかく相手との関係で強くないのと勝てないって言ってるんですよ。でよくお客様は神様ですっていう、まあこれもね、なんか聞くと良さそうに聞こえるけど、すごい間違ってる考え方なんですよ。なぜかっていうと、お客様は神様でもなくて、ちゃんとしたビジネスの相手なんですね。だから営業ってなんかお客さん立てると買ってくれそうな気がするじゃないですか。だから何でも言うこと聞いちゃうっていう、まあ、営業の方がすごく多いので、経営者の方もビジネスマンも特に営業の方なんかは絶対にお客の下に行くなって言うんですよ。でその時にじゃあどうしたらいいの、マウンティングしないって僕がたまたま言ったら、このマウンティングがですねこの僕の周りで流行っちゃって、そのマウンティングの質問とか山ほど来るんですね。ちなみに経営者同士が会った時に無意識に相手をマウンティングするってことが分かっている人は、どんどんビジネスが成功します。で、うっかりマウンティングされている人は、どうなるかっていうと、やりたくない仕事を安くやらされて、なおかつ喜ばれないで、会社が儲かっていかなくなりますから。最悪ですね、そうすると。ですよね。で、経営者同士っていうのはさ、まあ、よく事業継承者の方っていうのを僕、教育するんだけど、FIFA ランキングみたいなのがあるんですよ、経営者同士に。世界ランキング、世界ランキングがあって、各県にあって、県ごとの業種別にあって、オープンな県ごとがあって、関東レベルっていうのがあって、全国レベルってなんですよ。で、日夜経営者と経営者が会いながら、どっちが相手をマウントするかによって、このFIFAランキングが毎日下がったり上がったりするんです。今日こいつと会って差し込んだから、自分のランキング30個上がったなって感じって分かります？今日こいつにやられたから245下がったみたいな感じって、毎日戦ってるっていう感じでビジネスを見てほしいんですね。で、この勝っていくと最終的にどこの向かにアクセスができるかっていうと、上場会社とか上場会社の子会社から声かけられるような存在になるんですよ。そこまでいくと実はちょっと次のテーブル行っちゃうんですね。だから常に年上年下関係なく相手に差し込んで1目2目3目4目置かれなきゃいけないっていうのを癖にしなさいっていうんですよ、経営者の方にはね。それから顧客との関係でも絶対に相手の下に来るなと、ね、でそうすると実はいい関係になりますよって言うんです。で特に人間関係ってもうとにかく最初が肝心なんでね、最初は熱く入るなって教えるんですよ。最初は熱く入るなって、熱く入るって何かって言ったら、最初にお客さんが来た時に何でもかんでもするなって教えるんですよね。営業の人ってこの何でもかんでもするんですよ、こういう気の弱い人は。
最初のところで相手の下に入っちゃうと、これ下に入るって何かって言ったら過剰なサービスってやつです、うんね、お客さん喜ぶかもしれないでしょ、値上げの方に書いたけど用もないのに値引きするんだよね、あるいは用もないのにサービスするんですよ。今回初めてなんて特別にって言っちゃってさ、これつけますって言うんですよ、うん、2回目をつけるよね。3回目さすがに特別じゃなくなるから、うん、取るとどうなるか知ってます？いやもう3回目これありませんって言うとね、お客さん逆上するんですよ。え、なんでって。これまで良かったのにって言うでしょ。だから寄せばいいのに自分がサービスしたから自分の評価が下がり会社の評価が下がるんですよ。うん、よくよく考えたらさ、じゃあ2回分はあんた得してるんだよって。でも得してるのに損したのね。僕その時何するかって言ったらさ、何々君って、これから自分ビジネスするんだろうって、先輩と同じようになりたいんだろうって、じゃあ先輩はさ、何社持ってんのって言った時に35社持ってます。じゃあ35社持てる営業マンが一般的に顧客に対してどこまでできるかっていうのを考えて、それ以上すんなって言うんです。うん、でしょ？そうすると僕35社も持ってるからすぐ電話かけられたってすぐ答えられませんよって、おおってなるじゃないですか。だからあんま用もないのに電話してこないでくださいねとか言ったりする、本当に用事ですかって言ってみって言うんですよ。これ練習するんですよ。いやそうすると何が起きるかっていうと、まあ、この辺はちょっとその営業マン断ることをおばさんの本とかで読んでもらったらいいけど、まあ本音で喋る営業とか本音で仕事する人がもうすっごい少ないですよ。もう用もないのに相手を立てたり、うん、おもねったりいろんなことするじゃん。あとやられる方も鬱陶するんだよね。鬱陶しいんだよね。でその時どうしたらいいのっていう時に、まあ、最初肝心なんで何て言うかというと、最初からサービスんじゃなくて、ちょっといいですかって言ってですね、マウンティング教えるんですよ。原点に戻してって言うんだけど、お互いあれですよね、いい関係でビジネスやりたいんですよねって、だからスタートしましたよね。だからうちも必要なことちゃんと言うし、逆に必要なこと言ってくださいねって、ダメって言ったらダメって言いますよって、無理だったら手引きますからねって、その取り決めでスタートしましたねって言いながらそこに戻すみたいなことを彼なんか覚えた方がいいですよね。うん、だからお客さんに会った時に最初に確認しなくちゃいけないことをいくつかをもう丸暗記しちゃって、寝て起きてほら喋れって言った瞬間に喋れるぐらいの暗記をしちゃって、そのイントネーションなんかも含むんですね。だからこの人の場合はね、多分自分が素に戻ったらやられちゃうから、自分を誰かにすり替えた方がいいよね。自分を誰かにすり替える。そう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 。まあ僕だとちょっとあれだけど、なんかいますよね、先輩で、なんかすげえ怖い佐藤先輩とかいるじゃん。俺は佐藤先輩だと思うんですよ。うん、って言って佐藤先輩でやればいいんですよね。うん、あ、結構これよく聞くんですよ。この間もちょっとあるモデルの子がいて、もうコミュニケーション全然ダメなんですよ。喋れないんですよ。だからあのなんだろう、カメラの前でも全然こう萎縮しちゃうのね。で自分じゃないって考えろよって言って、誰か好きなタレントいないって言ったら、これとこれどれがいいのこれって、あ、じゃあ自分はそれだと思ってやれって言ったら、あ、すごっ、できますねって言ったんですよ。おかしくね。でこれでだんだん変わっていくんで、だから自分がそのペコペコしてやられちゃうっていう時にはモードを変えちゃうか、あとよく考えたら最初のところの入り方失敗するとずっとそれ癖ついちゃうわけね。うん、なんでその辺をさっきの値上げの本じゃないけど、理論がちゃんと正しくて対応の仕方がこれがいいよねって言ったら、それを癖つけてもらえると非常に楽しいですし、それからまあ経営者の方はとにかく最初僕言いましたけど、経営者はですね、序列で戦ってます。だから誰かと会った時にこいつと自分でどっち勝つかっていうのを常に考えている人しか成功しないですからね。子分になるか子分にするかって差ですから。急になんか皆さん目つきがこう変わってきましたその中で最終的に勝ち組の中に入ったら成功します。でこれ年末でね収録してるんでお話しすると、来年の僕の顧問先に対する経営のキーワードはアライアンスなんです。うん、今大企業から大企業の子会社は何やってるかというと、ビジネスの速度を上げたいんですね。で景気が拡大するときは全部自前でやりますよ。でも景気が縮小しているときは速さと広さを取りたいので、だから優秀な会社見つけてアライアンスしてビジネス進めたいと思ってます。これ完璧にそうです。皆さんの周りで大企業に勤めている人が来たら聞いてください。じゃあお前お金出すやつな、俺お客集めるやつな、うちシステム集めるやつなって言って4社ぐらいでぐるっと回しといて、いきなりビジネス始めます。
要するにその誰かがカラーテレビ作ったからもう一回カラーテレビ作る場合じゃないっていうような感じのモードになるんですよ、うん、ってことは経営者が上に差し込んでその辺とやり取りできるぐらいに強くないと勝てないんですね、うん、なのでぜひ優秀な会社とアライアンス組めるように経営者が強くなる、あのね、景気がいいときは現場が仕事するんですよね、顧客サービスで。でも景気悪くなったら誰が仕事をするかって言ったら経営者がどことやり取りするかによって道を開くしかないんです。もう日本の会社がどうにかくダメなのは大企業はこれが全くできないですね。景気いい時の組織で外行っても決裁権ないでしょ。もう中小企業の優秀なところが大企業でも入れ替えてきますよこれから。それは何かといったら経営者が仕事をする強さでもって、まあ、そういう意味ではマウンティングすごい重要なんでね。そうですね、うん、じゃあこの方今まで4回分つなぎ合わせたあの音声あるそうですが今回の分を入れて一番いいのは自分は誰々になるのがいいんじゃない、はい、そこですね、うん、そうそう、きっと多分そこがまだあんまりなかったから最初は一時的にできても素に戻っちゃうみたいな、ね、そうそうそう、なのでぜひ実践していただいて、なんか持っていけばいいよね。この時計見た瞬間に誰だか、ああいいかもしれないですね。もうそういう意味での反応、ね、このプレゼン資料見た瞬間おおっと、はい、ってなるとそっちが普通になるよね。ぜひ、うん、実践していただければと思います。ということで石原家の経営のヒントプラス今回第317回お届けしました。石原先生ありがとうございました、はい。